南区で右折しようとしたパトカーが路面電車に接触する事故がありました。けが人はいませんでした。警察によりますと、午前11時50分ごろ、南区宇品海岸の交差点で右折しようとしたパトカーが同じ方向に進んでいた路面電車と接触したということです。けが人はいませんでしたが、広島公行きの電車が一時運転を見合わせ、 20分後に再開しました警察によりますとパトーカーは広島南警察署所属で警察官2人でパトロール中だったということです警察は事故の原因を調べるとともに再発防止に努めるとしています